はようございます、ちょっと眩しいな。今からトロンボーンを見に、大阪までちょっと楽器屋さんに行ってこようと思います。初心者の上ね、ご覧のようにまあこんな身なりですよ。なかなかチャレンジングだと思いません？まあそういうことで、今からちょっと車を飛ばして行ってこようと思います。大阪の梅田の駐車場に着きました。これから楽器店へ行ってみたいと思います。今試奏をしてるとこですけど、これは、アメリカのキングの3B っていうモデルですね。テナートロンボーン、ジャズトロンボーンの定番ですね。こっちは K&H、キュンルナ&ほ、ドイツ製の、テナートロンボーンですね。じゃあちょっと吹いてみましょう。ですね、キングの特別仕様、125周年アニバーサリー、一緒か、周年とアニバーサリー、まあ、125周年モデル、まあ、特別仕様のキング 2B ですか。いきましょう。楽しいね、この思想って。散々思想して悩んで、決めたのはアメリカのキング 2B 125周年記念モデルです。店員さんはね、こんなもう着物着た、まあ、ペーペーなやつに対してもすごく懇切丁寧にいろいろと説明していただいて、本当感謝しております。マウスピースでも全然違うんですね、吹きやすさが。びっくりしました。だから今まで僕苦労して高い音がなかなか出なくて困ってたんですけど、マウスピースを変えたらめちゃくちゃ出やすくなったんですよ。なんじゃこりゃ思って、僕いいところでした。大阪梅田にある楽器店、のローブラスセンター、ローブラスセンター、低い音の金管楽器専門店、各ブランド扱ってる、まあそんな結構マニアックでコアな楽器店でした。もちろん僕の住んでる兵庫県にそんなんないですから、やっぱり大阪って便利ですね。早速もうぶっ飛ばさないけど、まあ安全運転で帰ります。